うちのマチコです。ではマチコがわからんのやろ。マチコマキ知らんの。知っとるよ。え？君の名は。うん。でも、うん、どこやったっけ？さあこういったで私がこれをしたのが意味が分かってなかったじゃん。うん。うん、君の名は違いの君の名はごっこしたのに、うん、それそこまでわからなかった ね、うん、すごい風でした、うん、あでもお参りしようる間は割と、うんうん、今日はちょっと天気がこんな感じで雨が降ってるんで、これからあと宇都神宮行って宇都神宮行ってどうしようかね。青島神社はちょっと厳しいね。ねえ、風が強かったら海やからね。うんうん、まあ、宇都神宮も海のとこやけどね、うん。とりあえず行きたいのは、一つ葉稲荷と宮崎神宮。うん、かっちゃん行ったことないけどね、うん。私も一回しか行ったことないかな、うん。うん。そこを今日は行きます。で、宮崎に泊まって。で、明日、高千穂、うん、天の安河原に行きたいと思います、うん、じゃあ出発レッツゴー。毎日南海岸を日南市の方から北上してます。すっごい今日波が高いね。さっきサーフィンしおる人がおっちゃってちゃんと波に乗れちょっちゃったね。乗れちょっちゃった初めて見た、うん、なんかサーフィンっていうのをしおる人すっごい風よ。うん、うん、飛ばんように気をつけんとね、うん、ね、赤ちゃん玉大丈夫ですか。うん、大丈夫ということで鳥居が見えてきましたよ。宇都神宮ほら、このバスは行っちゃわないんじゃね。宇都神宮、宇都神宮交差点。あ、バスが一台上がりよる。前来た時もこっちから入ったよね。こっちからしか入れんのかいね。全然記憶にないけど。記憶にない。ね。で、これこれ。これさ、宮崎だけやと思うんやけど、この鳥。うん、よくわからんけど。白いやつ。うん、上が白よね。え、こんな道入った？知らない。これバス絶対入ってないよ。こっちから入るんやなかった。あ、Bがあそこやね。じゃろ？行けんやったね。間違えとるよ。でも向こうにもピーってあるよ。ほんとね。今車木を折るよ。木折る木折る。ちょうどよかった。避けたでしょ。来た。もう今来た。ああ。あの車朝。オッケー。うん。あら。朝。朝じゃない。あそこで寝ちゃうときに。あれやった。あれ。258。うん。それ言っちゃええな。うん。そう。騙されてきたんかね。だってあの階段ずっと上がっていくじゃん。こんな上にある。通れそうじゃない道ですよ。でもしかして逆走しよる。そういうわけじゃないよね。うん、逆走じゃないよ。逆走じゃないやろ。一方通行じゃないね。うん、でもこっち来たことない。宇都神宮この先 1.2 キロ直進って、うん、じゃああの階段を上がらんでええってことなんだね多分。ほう、すごいね。
これ映っとるかどうかもわからんのだけど。でも間に大きい岩が。おうおうおう。あっちで待ってもらったらいい。すいませんね、待ってもらって。どっから転げてきたの？ね、鬼が落としたんや。知らんけど。知らんけど。灯台とかもあるんじゃ。宇土神宮って灯台見たことないような気がする。宇土崎灯台って書いてある。Google マップで検索した人はこっちに来るんや。あと300メートル直進。行けってことやろ。案内があるってことは行ってもいいよね。第一駐車場は工事中のため第二駐車場をご利用くださいませって書いてあるよ。ぶち歩かされるんやったら嫌なんやけど。大丈夫かね。こっち大丈夫なんやろうね。結局同じだと。いやいやいや、そんなことはないよ。近いよ。いつ、わあ、車多い。結構みんなこんなに寒くなると思わんで、半袖で着とる人おるよ。とりあえず駐車場に着きました。すごい風。どうした？なんだ？なんだ？自分で確か歩いてないの。弱いんだ。今会社の中で。土山一本市。これ見たの初めて。長い階段を下ってきました。
げえ。が出るから、ここでウガラとチアイズ飲むことは、うん、おっぱいを飲む、それが水の代わりになったって、ユガヤフキアイズのみことは、いわゆるブラシマタウンとオトヘルズマの息子だけお母さんが海に帰る、
いい？うん。うん。うん。財布がいるやろ。あるか。小銭が。いら？あ、ちょっと待って待って。運の玉です。男性は左手、女性は右手で投げます。どん玉をメースに投げ、玉が進んでは爪の内側が狙えることが考えられます。はい、ではかっちゃん左手です。左手だと。入った。入った。あ、跳ね跳ねて。入った入った。お、じゃあ私。最後の1個だけ。最後の1個。あ、残念。でも3個あそこに行ったよ。はい。でも中に入られてる。うん。まあ、すごい神宮にお参りして車まで帰ってきました。疲れとるね。風がすごいで、うん、傘持っとくのも大変や。下チュルンって行きそうじゃし、もうなんて言っても体力の限界。誰それ。千代の富士。あ、そうか。わからんの。体力の限界。 あったね、うん、かっこよかったら、うん、ウルフ。でもこんな天候なのに多かったね。うん、3連休だからね。はい、あの投げるのもね。うん、あの中入るだけで当たっただけで、うんうん、俺入ったっけ紙に。うん、うん、何頭見て笑いよる。何、何でもない言われ。うん、切ったら言うてあげる。まあ、これから一つ葉稲荷、そう、ここがメイン、うん、に向かいます。じゃあ、え、本当、え、青島行かれんね。青島、これは無理でしょ。あれ寄ってよ、あれ道の駅、うん、うん、あのお土産買おにぎり、うん、はい、じゃあ出発。出発。じゃあ、行きますか。お願いします。私何の考えだったと、雨の影響が起こってたってことよくわからないんだけど、多分。ねえ、遅いと思う。ちょっとよ。風船ね、神社巡りブームなんかね。ハロー、ご苦労様です。何すごかった。うん、ありがとうございます。そうだね。
だからね。一回左に出て、ありがとうございました。